テレビ朝日の野上新平アナウンサー39が10日、テレビ朝日系サンデーライブに出演。ジャニーズ事務所の社長に就任し、他、東山紀之氏の代理を務めた。ジャニー喜多川元社長の性加害問題で7日に開かれたジャニーズ事務所の記者会見では、藤島ジュリー氏が性加害について認め謝罪した上で社長を辞任。東山紀之氏が新社長に就任することを発表していた。番組が始まると冒頭で野上アナがおはようございますと一人挨拶。さて、皆様もご存知の通り、東山さんはジャニーズ事務所の社長に就任されまして、番組降板の申し入れがありましたので、本日は私が務めさせていただきますと代理を務めることを発表した。テレビ朝日の野上新平アナウンサーすべての写真を見る、2枚、よろしくお願いしますとコメンテーター陣に挨拶するも、返事はなし。よろしくお願いしますと、もう一度念押しして、返事を得る、と、このチームワークで頑張りましょうと呼びかけた。説明と挨拶を終えると、ジャニーズ事務所の会見についてはそれ以上触れることはなく、トップニュースの紹介に移っていった。